めっちゃ美味しいの、セブンのカレーパン。サクサクでね、今度マジセブン行ったらカレーパンあったら食べてみて。あのフライのところのカレーパンね、パンコーナーじゃなくて、あのさ、唐揚げ棒とか売ってるところのカレーパンが激うまで、本当にサクサクなの。いや、ペコーラも最初さ、あのマミーが買って食べてたの。でもカレーパンってねえと、マミーカレーパンって、もう何買ってるべこなのと思って、あーもうそんなん良くない良くないみたいな感じで一口だけもらったら、うめーってなって、サクサクカレーパンうめー、そっからハマった。いやほんとサクサクなの。いやびっくりしたよ、もうそこから激ハマりペコちゃん。いやマジカレーパン美味しいよ。セブン寄るときにね、カレーパンあったら一個だけでもいいから食べてみて、めちゃめちゃうまい、ビビるほど。そうサクサクなの、マジでサクサク。うわまたなんかペコーラ言ってるよって思うじゃん。めっちゃうまい。いやこれだけはマジで言える。なんかペコーラ正直言ってなんかカレーパンとかって別に好きじゃなかったんだよね。だってカレーはカレー食べればいいペコだし、パンはパンでいいみたいな、なんでカレーパンにすんのみたいな、カレーパンにする必要ってあるのかなっていうぐらいだったの。そんな長田ペコーラが、いやカレーパンってうまいんだと、ペコーラの口をうならせたセブンのカレーパン。いやペコーラマジこんだけセブンさ宣伝してるペコだから、セブンさーん、もうペコーラマジでセブンイレブンさんのこと好きペコだから、なんかあのペコちゃんに宣伝させてください。あ一番くじとかどうペコですか、一番くじとか等身大パネルも置こうよ、等身大パネルも。ファミマは？ファミマも好き、ローソンも好き、コンビニ全体好き。